さあ始まりました、スナフキンムーミンダニのメロディープレイ配信でございます。字幕配信をご無沙汰しております。はい、ジョージでございます。というわけでね、ちょっと前からなんかこうやりましょうやりましょうやりたいねと言っていたあのムーミンのスナフキンになって、ムーミンダニを守るがためにですね、自然を守るために環境を破壊していくというね、このスナフキンの生きる自然を愛する自由を求める哲学が、バリバリに発揮されている、意外に治安が悪いんじゃないのと言われているそんなゲーム、ムーミンダニのメロディーね、非常に各所で話題になっておりますし、皆さん実況プレイしておりますけれどもね、私もちょっとやってみたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まあでもね、あのストーリーライン今言った以上のことは僕も何も知らない状態でね、なんかちょっとこう軽い謎解きみたいなものがあったりだとか、ね、あとは、メタルギア的にこう何警備員の目を盗んで、何かこう破壊活動を頑張るみたいな、そういうあれだというふうにだけ聞いております。一体どんなことが起きるのか。ただこう今もうね、このオープニング画面見てわかる通り、非常にのどかな絵面と、それからね素敵な BGM で、こうチルく楽しめる癒しの要素もあるというね、相反するものがこう同居するその感じでございますので、よろしくお願いいたします。まあ、あの俺もね、そんなにムーミンは実際詳しくはないですね。ムーミン、あの前にも話したけれども、ちょっと前にありました、ちょっと前っつってももう結構前なんですけど、あのムーミン一家南の島にバカンスに行くの映画は、映画館に足を運んで見に行きましたね。あのサマーズがゲスト吹き替え声優をやってたんで、それが気になって、見に行きました。でこれやるからもう一回見ようと思って、あの配信のねあれで見たんですけれども、そしたらね、あの破壊してた、なんかムーミンが割とすぐに短気なんですよ、みんなね、ムーミン谷の人たちって。でそれをカチンとなったりだとか、 で結構良かれと思っていろんなこう破壊活動とかにこう勤しんだりだとか、まあ、そのムーミン谷の一家がこうバカンスに行って南の島のホテルに滞在するんだけども、なんかちょっと水が合わないわねーっつって帰るっていう映画なんですけれども、その間ねもういろんなことをねやらかしておりましてね、まあ、多分あのスピリット、その映画はねあんまりスナフキン出てこなかったんですけれども、ね、あのスピリットは受け継がれてるんじゃないかなというふうに、ね、思っております。だからその映画は一本の映画に三村が二人いたっていうね伝説の映画になってますね。そうなんですよね、結構やっぱ哲学が強いんですよね、各キャラクターのね、こうしたいと。ムーミンのやっぱママは家の中でも手提げ持ってたいみたいなこう哲学がいっぱいあったりだとか、そんな中でも特に自由を愛するこだわりが強い男スナフキンを、動かしながら一緒に遊んでいこうと思います。ちなみに今ねここにありますね、配信動画制作の際はストリーマーモード有効にして著作権邦楽曲を無効化してくださいというふうになっております。はい、なのでね、音楽がいいとは言ったんですけれども、こうストリーマーモードの方に、はい、なってますね。はい、確認なっておりますんで、ぜひぜひね皆さんも私の配信とはまた違う音楽でね、遊ぶこともできますんで、よかったらプレイしてみてください。そうそうそう、フローレンがね、そう黒ビキニ着るんですよ、南の島でカジノで大勝ちして、でそれを見たムーミンがすげえ照れるの、ダメだよフローレン、そんなのもう何も着てないみたいじゃないかっつって、そんな際どい水着裸じゃないかほとんどっていう風にこうムーミンがたじろぐみたいな名シーンがありますね。さあそれではね、雑談はこれくらいにしてやっていきましょうか。パジャマ着てるから一回脱ぐとかあるんですよね、寝てる時にお客さんが来たから、あーいかんいかん、パジャマのまま出ては失礼だなっつって、一回すっぱだかになって帽子かぶって出てくるとかムーミンパパがそんなやつらばっかですからね、元祖裸エプロンやってまいりましょう。さあそれでは新しく始めるでねやっていきます。シフト長押しで走れるってことを忘れずにね、言ってくれてる、もう口調がスナフキンだから嬉しい。とても寂しくなるよスナフキン、本当に行かないとダメ。あ、またどっか行こうとしてるね、ムーミンが。ムーミンじゃない、スナフキンが。秋になったからね、そろそろ旅に出ないと。それにムーミン族は冬中ずっと眠っているだろう。そうだね、ムーミン族すぐ寝ちゃうからね。
冬眠しますね。泣いてる、かわいそう、ぽっちゃりくんが泣いてる。わかってる、でも戻ってくるって約束してくれる？春になったら戻るよ、いつもと同じようにね。じゃあ僕は、さっきよりズームになってない？じゃあ僕はこの橋で待ってる、いつもと同じように再会の約束をするんだ。すっげえマブダチなんですよね、確か、ムーミンとスナフキン。さよならムーミントロール、春にまた会おう。ムーミントロール、フルネームで呼んでお別れ。あー曇ってしょんぼりしてる。あー体感が強いね、ムーミン。グルンっていきそうだけど。さらば秋のムーミン谷、自由を愛するね、ひとところにはとどまらない男ですから。うん、天丼マンとかと同じです。フラッと旅をして、たまーにメインの村に帰ってくるタイプの。あー冬だ、寒いね。春も夏も秋も冬も、孤独を愛し、自由を愛し、金も土地も持たず、リュックサックとハーモニカと釣り竿があればどこでもやっていけるという、そういうね、やっぱ一度はね、人生憧れてしまうスナフキン。この暮らしやってうまくいってんのはほんとスナフキンか赤木しげるくらいなもんですよ。逆に言えば、この自分の自由を脅かす存在に対しては断固として戦うというのがスナフキンの哲学ですね。さあ雪の中を、絵になるなあ。あ、春めいてきましたね。ということはまたタンポポの綿毛が、スナフキンが帰ってきた、ムーミン谷、大親友のムーミントロールがいつものあの橋で待ってるはずだと。ムーミン谷まであと少しだ、ムーミントロールに会うのが待ちきれないな。あはははは、あはははは、あーもうそろそろ冬眠から覚めてもいいはずだ。あーこっから自由操作です。春になるとムーミントロールはいつも橋のそばで待っている、再会が楽しみだ。どれどれどれ、走ることもできるけど意外とスタミナがねえ。あーからね、今ちょっとスナフキン走りに今俺が慣れる時間なんでね。スナフキンはまだ何も持っちゃいない、もうね、心に音符が一つあればいいという状態からね。ムーミン、ムーミントロール出ておいで。どこに行ったの？あんま見ないスナフキンの小走り。あ、疲れてる、疲れてるぞ。スナフキンが汗かいちゃいかんよ。さあそろそろ真面目にやろう。よいしょよいしょ。おお、本当に本物、あいつじゃねえ、あいつ、あいつ信じられない。どんな声か忘れたけど、おや、そこにいるのは誰だい？小さな生き物、わあ、あいつじゃねえのか、これただ草むらに。おかしいな、
今のは危なかった。あ、ただの草むらだった。謎が謎を呼ぶ。怖い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 。スペースでジャンプだよ。何かを飛び越えたいときは行きたい方向へ歩きながらジャンプすればいいんだ。もうなんかちょっと砂吹きの名言みたいだもんね。行きたい方向に走りながらジャンプすればいいんだ。そしてここの大ジャンプは無理だもんね。こっちね。はい、いいぞいいぞ。スナフキン、あれいる、あの有名な旅人がそこにいる。なんだファンボだ。声をかける勇気さえ僕にあれば。いや、君の名前は。あ、小鳥。喋るなんて恐れ多い。いつも配信は見てます。不思議な生き物だな。僕に気づいてくれた。コメント欄では結構ガンガンいじってくるのにな。不思議な生き物だな。しっかりするんだ。近づいて挨拶するだけ。すうん、意外と長かった。あなたは偉大なるスナフキンですね。いや、君のお名前は。ちなみに俺のスナフキンはカスタマイズでパイプ加えてます。これまで僕に名前を聞いてくれた人はいません。今度俺ね、ファンミーティングやるんですよ。ぜひこのスタンスで来てください。俺もスナフキンのスタンスで行くんで。いや、君のお名前は。多分僕があまりに小さくて、ここまでヒゲすることはないわ。役立たずだから名前を持つことができないんです。誰だって、名前を持つにふさわしいと思うけどね。本当に、わうわう、本当にそう思いますか？よかったら僕の名前を考えてくれませんか？すまないが、僕はムーミントロールに会いに行くところなんだ。全然、もうムーミンしか眼中いないよ。大丈夫です。お供します。この辺りを案内しますよ。お役に立ちたい。こいつに名前をつけてあげようという新しいクエストができました。墓地。やることが多い。何にも終わっちゃいないのさ。はい、じゃあ案内してくれるのか。千の会。ああ、後からついてくるタイプね。お前白か、お前は。こないだまでやってた。結構ガサガサ歩きますね。さあ、まだまだ事前探索ゲー。君たち、なぜそんなに急いでいるんだい。どっか行った。ああ、ひどく慌てていた。あれは何だったんだろう。でも追いつかないな、これ。そんなことよりムーミントロールだから、こっちとら。こんなにも静けさが美しいなんて。ふんふん、そんだけ。よい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 。わあ、またでっかいの来た。さらに多くの動物たちが谷から離れていく。動物たちに何が起こっているんですか。追いかけるべきでしょうか。水漏れを見つけたら水の流れる先へ行くのかね、それともその源を調べに行くのかね。彼らが来た道をたどるがよい。そこに答えがあるじゃろう。
なぜムーミン谷から逃げているのだろう。なぜだ。スペースで壁を登れるよ。だってさ、スナフキンがやっと戻ったというわけか。あの伝説のね、少なくとも変わらない、なんか喋ってる、ずっと変わらないもの。ああ、スナフキンは善忍者がたまにおかしなことをする。そうなんだよ。まだなんか言ってる。たくさんのもの喋り終わってから生かしても、いっぺんに言って。 S で物を拾う。あ、ついてきた。カーソルがね、可愛いから置いときたくなっちゃうんですよね。ん？何？飛び石を作れば川を渡れるかもしれません。近くに石はなかったっすか？石？これだ。おいしょい！よいしょ。違う違う違う。違う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 。降りられなくなっちゃって。なんか、違う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 。違う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 。何を、二人でそうじゃないんだよ、多分だ。あ、上にも詰めるのね。よいしょ。ちょっと絶対違うもん。お前何してんの、ずっと。いや、だから違うって。もう今日ここで積む可能性がありますね。よいしょ。よいしょ。こういうことね。こういう、やっと把握したスナフキン。重労働じゃないですか。僕スナフキンだからギリできてたけど、スナフキンじゃなかったらもう限界だった。あ、よいしょ。もういけるしょ。僕に、急に僕に音楽を聴かせてくれませんか。多分後で、あまり気が乗らないんだ。さんざっぱら石運んだ後っすからね。おいで。あ、こっちか。あー、やだやだ、濡れる濡れる。よいしょ。結構シビアですね。あれ、こっちはもうダメ。上行くしかない。違うわ、上にあったわ、石が。わざわざ。そのまま続けて。脂肪が燃えてます。一回ね。こいつ、スナフキンをきっと鍛えてるんだ。手伝えよ、お前。違う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 、お前それ好きだな、お前。ね、スナフキンね、一回乗るとね、降りねえのよ、こいつ。よいしょ。ほんとね、ほんとサイの河原よ。よいしょ。よいしょ。もう行こう。走れ、スナフキン。あんなさ、違った。なんでお前も乗るんだよ、さっきから。お前が乗ると、なんか、あの、遊んじゃったみたいになるのよ。飛べるのかよ。移動しながら S 長押しで押すことができるよ。はいはいはい。よいしょ。こっち側に。俺ムーミンに会いたいだけなのに、ずーっと石運んでる。
いやだからこれを散々やった後の看板ぶち壊しゲーは楽しいんだろうな。あ、今度こそあいつじゃん。おなじみのあの親切そうなおじいさんが渡るのを助けてくれるかも。ハーモニカを吹いてみてください。持ってたっけ、ハーモニカは持ってきてくれましたよね。こいつなんかずっとちょっと嫌なんだよな。見た目は怖いけどとっても優しい人だ、僕みたいに。ハーモニカ、これなんすか。はい、で、おお、演奏に合わせて歌うタイプの人。親切。あいつはどうすんだろうね。ああ、気高き灰虫。手を差し伸べる、音楽を愛する。直訳し始めたね。おっと、まずはひらめきを。あ、ピンとこない曲は全くピンとこないんだ。音楽を聴かせるにはひらめきが足りないみたいです。あなたはひらめきが足りないみたいです。ひらめきを探してみては。ひらめき、こいつとかすごいひらめいてるけどね。なんかひらめきを、あ、またいた。つまりこの人のお世話になってひらめきを、ひらめきを探しに行って、で結果鹿取羊みたいなやつにひらめきをぶつけるわけね。なんかお前ひらめいてんな。ひらめいたわ。ちょっとわかんないけどひらめいたわ。ひらめきを集めるには茂みの中を走ってみてください。あの茂みにはそれがぎっしり詰まってる気がします。茂み？どの茂み？あの茂みを、茂みって何なんだよずっと。あの茂みを、茂みを見てるとね。ハーモニカ吹いたらあの鳥が助けてくれたりしない？だんだんタメ口混じりになってきたねこいつも。黒い鳥が円を描きながら飛ぶように演奏しよう。演奏をやめると鳥も止まるよ。何だったんだ。こういうことね。届け届け。であれか、こいつこれ誘導すんのか。謎めいてんだけど。それでそういうことね。ダーツみたいにできるわけだ。この尖った方向にあいつが飛んでくから、あっって。じゃあこいつのひらめきじゃねえかよ。ね、ちなみにね、最近コメント欄の方が優しくてすっごい教えてくれるから見ないようにしてます。のでイライラしても怒らないでね。ムーミン谷でイライラしていいのはムーミンたちだけだから。もうひらめき終わった。ひらめき終わったのか、何なのか。お前はひらめき終わったのか。もうあいつ来ねえし。そしたら次何したらいいの。
ひらめき終わってんのか。なんでこいつ次第なの。楽しいけど。でいん。でいん。だいたいなんかひらめき切った感はあるんだよな。俺だ、ここだ。ここは、ここはもうひらめきのご本尊だ。すーごい、すっごいひらめき、ここ来ると。ああ、レベルアップしたわ。いやー、ひらめく。何もかもが。逆に今までどう生きてきたんだってくらい。はいはいはい。早くムーミンに会いたい。よいしょ。ああ、じゃ、はあ大変だ。はあ大変。荷物が軽くてよかった。で帰ってきた。でこの何一つひらめいてないやつにひらめきのミュージックを聴かしてやろうと。あら素敵な音楽ね。スナフキンは素晴らしい音楽家だ。するとついてこさせて、ああやってくれた。力自慢だったんだ。だからなるべくこうやって頑張ってちゃんとあの茂みの中に顔突っ込んでひらめかないといけないんだ。頑張ってね。ついてきてる？またあいつに近しいやつがいんのかな。それともあいつ一人で。だって二人いるよ。だってあいた。二人目。もう一人ね、人手がいると。なんか嫌な予感するな。いたわあいつだ。だから石持ってこいとね。そうだよ、勘が悪いね。それ石持ってくんだよ。あースナフキン。スナフキンがね、こっからね動かなかった。スナフキン今何してんの。スナフキン降りれもしなくなった。とうとう。よいしょ。はあ、合力。ついておいで。あ、違う、まずこれだ。絶対これやっとかないと後悔するんだろうな。ハーモニカ好きかい。ついておいで。僕は石からうまく降りられないんだ。微妙な位置に置いちゃった、間違って。三人乗るなよ。よいしょ。で。さっきここでね、ああよかった。するとこうやってくれると。大変だ、段差一つ超えるにも。助けてくれー。救いを求める声がする。助けて、複数人の声がする。身動き取れないんだよ。いつまでここで耐えられるんだろう。あいつだ。ずっとあいつしか言ってないけど、スニフだ。スニフ、スナフキンがもういるのにスニフもいるんだよな。ここはあの怪物から救っておくれよ。
怪物どこにいるってシュー目まん丸の雲。いやースニフ、あ、怪物雲のことかい。なんだって気づいたぞ。君の方こそ怪物なんじゃないか。この言葉が後々スナフキンの心に大きくのしかかっていく。雲を動かす方法を見つけよう。で、おなじみシューティングスターがいるんだよな。ただこれ確実にスニフに刺さらない。いや今スニフに行っちゃったよ。助かった。新しい冒険の始まりだ。完全に今スニフをぶっ刺したんだけどな。これでみんな幸せだ。かわいそうな雲以外はね、本当にかわいそう。いじめだ。後から来たのはあっちなのに。そうだね、見る限り頑張って巣張ってるもんね。なんだかかわいそうに思えてきたな。何か僕にできることはあるかい。もう二度と幸せを感じることができないかもしれない。ダメだ。手を差し伸べると突き上がるタイプだ。たとえ蝶がいたとしても甘くて美味しい蝶が。え、何？食わせろってこと？蝶を。そんな牧原紀之みたいな世界観なの、お前。蝶々？え、何？あいつに蝶を貢げって話？いたわ。かわいそう、かわいそう。ニエの蝶。え、あ、ついてくるわ。あー、な、ほら蝶だよ。不愉快な思いさせてすまなかったね。おお、これはどうも。まあ、お互い様ってやつだ。断然君の方が悪かったけどね。こいつだけど許してあげるよ。さあ蝶をよこして、もうほっといてくれ。ひらめきが体の中を駆け巡り、もっと心に響く音楽を演奏できるようになりました。シューあ、シュー。こいつ何なんだよ、ずっとパタパタ。あ、シュー。いや、君はなんて名前？怖え、こいつの情緒。蝶々とよろしくやろうとしてんのね。パタパタよ、そのままじゃねえか。羽のこの子、俺がシューだ。パタパタ。あ、でもなんか仲良くシュー、仲良くやってそうだね。よかったよかった。パタパタ。いいなあ、パタパタとシューの胸温まるストーリー。な、シューってあんな金八じゃないんだから。あ、鳥だ。おいおいおい、なんかうるさくなって終わった。でもこういうとこで ひらめきを集めてくださいみたいなことなのか。なんかある草むらはなんかうごめくんだね、多分ね。そうでもねえや。今ね、スナフキンね、顔に細かい怪我してると思う、ずーっと。さあ、ムーミンダニってこんな険しかったのね。ほら、なんかもうだいぶ登ってきたね。もぐ、何これ。いい音楽で、え、あ、これ、アリ塚かこれ。
あ、アリがどいてくれたんだ。さあ今度はね、力持ちどんぐり3人分連れてこないといかん。どこにいるんだどんぐり野郎。壊れてますね。あ、違う、縄ばしごみたいな。ちょっと待って、あ、いた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 。はい、ついておいで。あ、もう一人と踊りたくなっちゃう。おめえ関係ねえんだよ。なんか近場にもう一人いそうだけどな。とりあえずちょっとここでスタンバってて。はい、もう一丁。はい、よいしょ。はい、その状態で手上げっぱで待ってて。あ、いたわ。なんか上と下に分かれましたね。つまりこの力持ちくんたちのこっち側とね、あの縄ばしごの下の方と。あ、よいしょよいしょよいしょ。あ、よいしょよいしょ。あ、一回見なかったことにして。いや、僕の気のせいかもしれない。まさかムーミン谷にこんな、あ、当て札規則、この自然の中に。無駄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 。誰がこんなこと。ついにしれっと看板を引っこ抜いてやりましたね。なんかどんどん行っちゃうけど。どこまで行くんだこれ。上の上まで行っちゃっていいのかこれは。なんか先に下見といた方がよかった気がしたな、あのはしごの方。あーあああ、ここにも立て札が。こんなところにあるべきじゃない。よいしょ、引っこ抜いて。で、引っこ抜くたびにひらめきが生まれるから、引っこ抜いて。よし、ど厄介だけどね、本当に。厄介厄介。酸素薄くなってきない？あ、これはなんだ。こんな風に自然を台無しにするのは一体誰なんだ。すごい、なんか軍のムーミンがいる。何かがおかしい、そんな予感がするんだ。なるほど、もう、あー怖い、見るのが怖い、見るのが怖い。軍のムーミン降りられねえ。降りられねえ。いや、もう先行くか。見ちゃおう。あーあーあー、整備されてる。巨大巨大迷路。スナフキン、ムーミン谷のメロディー。ここに戻ってくるのね。あー、なんか変な整えられてましたね。シャイニングのホテルのあの迷路みたいなやつになってた。これは一体どういうことだ。あー、これ何？ドキンってこと？ブーツ禁止？ついてきますよ。あー、ひらめいた。さあどんどん行こう。タバコ禁止だって。知ったことじゃないよ。よし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 。リンゴ禁止ね。うん、よいしょっとね。アンドロイドしか使っちゃいけない。ケトル禁止ね。ケトル禁止。お茶かな？お茶会とかダメだよ。禁止だね。焚き火禁止。もうスナフキン全部じゃん。全部縛られてる。やることなくなっちゃう、スナフキン、これじゃ。
あそこにあるのは何だ。ファ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 ン、公演版ムーミンだ。覚えておくように、これはとても重要な仕事だ。イエスサー。何の仕事でしたっけ。はあ、常に規則を守ること、24時間年中無休でだ。我々はここに未来の谷を作るのだ。目尻に芝居を寄せて。なるほどね、こっちはこっちで。トイレ休憩はどうなります。ちょうどいい花壇がありますけど。こんなね、もうわけわかんない吹き出しみたいな木一番ダメですからね、許せませんね。スナフキンからしたらいっちゃん許せねえ。あー、見つかった。私がおしっこしてる間、公園を見張っていてくれ。あ、すーげー遠いんだ、トイレが。こんなことが許されたまるか。あ、廃棄しないとあいつ帰ってきちゃうから。焚き火もやる。タバコも吸う。自分の好きな靴を履く。立て札なんて腹立たしい。あれ、確かここには立て札があったはずなんだが。なんだが、いや、あれかな。まあいや、別の場所で守る規則を見つければいいのだからな。こういうね、規則に縛ってほしいってだけで、それが特に何でもいいタイプの人々、スナフキンの一番の規則を取っ払えば警察もいなくなる。そうだ、この公園にある残りも全て引っこ抜いてしまおう。早速よいしょ。よね、引っこ抜いた後のことは考えないのがいいですよね。画面外に捨てればいいという。すると秩序が失われ、木々は自由に老い茂り、花は咲き乱れ、蝶は飛び、カオスが極まる。そしてひらめきはね、この混沌の中からしかスナフキンの創作意欲は生まれてこないわけですから。あ、よいしょ。さささ。ああ、もう、引っこ抜きたくてしょうがない。また憎たらしい公園だ。道が塞がれている。どうなんだ、これ見つかんのかな。あ、よいしょ。これもう見るの禁止ね。公園を見るの禁止です。近隣住民の皆さんがね。近隣のあのお住まいの方々がね、なんか見られてる気がするっていう風におっしゃってるんで。あ、だから、視野が狭いね。で、家具の禁止ですね。公園なんてもう買いじゃいけませんからね。今、最近はもうどこ行っても禁煙でね。見るな。ね。家具な。家具な。閉まってる鍵を探さないと。まだひらめいてないからな。鍵探し、なんかいいですね。うーがいるよ。どうしたの鳥。お前名前鳥なんだ。さっきね、シューがいたよ。うー、様子がおかしい。ヒナが一羽動けなくなってるみたいです。まだ他にもいるかも。かわいそうに。うー、心配しないで。スナフキンが子供たちを助けてる間、僕がそばにいてあげる。うー、すげえ鍵持ってんだもん。こう言ってね。ピヨピヨピヨ。で、基本音楽がないと誰も従ってくんねえから。ピヨピピピ。ね、弾くほど、飛びませんね。はい、まずね、お子さん一人帰ってきましたけど、ダメだ、全然顔が。ママとまた会えたね。なんという喜び。まだ様子がおかしいですね。他にもいるんじゃありませんかと。一人連れてきたくらいじゃね、あんた、あのマリオのデカペンギンじゃないんだから。
いいよ、ちょっと待って大丈夫？こう引いてね。あ、いたいたいた、よかったよかった。別に下敷きになってるわけじゃなかった。よしよしよし、ついておいで。どうだろうな、2匹ってことあるかなって気するよね。もう1匹くらいいいんじゃないの。何これ。ああ、釣りの時間になっちゃいましたんで、なんか疲れたらこう、疲れたらここで釣りをするってことなの実際。あ、いたわ。み、今のあれ本当に釣りゲーなのかな、それとも本当に景色なのかな。いいよ。よしよし、ちょっと釣りするか、ね、ちょっとね、俺もね忘れてました。あの今日あのオカリナ用意してあるんで、ちょっと吹く時間にしましょう。これをたらできたっていうチピチピチャパチャパさあ行くよ、ね、癒されてきたし。もう音楽の力は無限大だからね。どうよ、3羽いるぞ。3羽、あ、でも全然だね。まだゴリゴリ気落ちしてる。あ、全然大丈夫だった。ティーティーハワハワ、なんて素晴らしい響きなんだ。感動で涙が出ちゃう。お前の言葉は薄い。もしかしたらティーティーという名前が君に合うかもしれないね。そんなにいい響きだと思うんだったらもうティーティーでいいじゃんと。ティーティーティー、僕とっても幸せです。でも幸せすぎるというか。それじゃあTT ウーウーというのはどうだい。はじめは明るく、終わりは少し悲しそうに終わる。 TT ウーウー、 TT ウーウー、明るくて悲しくてそして美しい、まるで人生みたいです。気に入りました。僕はもうスナフキンに会った人じゃなくて名前があるんだ。鳥がいなくなった。 お前の長話に付き合ったら鳥がいなかったぞ。僕は TT ウー、名前があって責任やすべきこともある。そう、たくさんの責任が今すぐやらなきゃ。郵便受けも必要だ。請求書も、ああ、あの引っ越した後みたいな気持ちになったのね。郵便局行って、あの書手続きをね。よっしゃ、七種の生き物を手に入れて、そしてついに普通に鍵を開けてやりましたよ。縦札を8本全て抜いて警察を追い出し、自然を取り戻そう。あいつが見てますからね、こっそりね、こう見てない間にね、こうやって隠れて出ちゃってるけど、多少出ちゃってるけど、こうね、あ、いいですね。やばいやばいやばい、なんか時のオカリナとか思い出すな。よいしょ。あいつはあの一箇所でボーっとしながら左右をゆっくり見る派の人なのね。灯台森型ね。
よいしょーい。知らねえやつの像をぶっ壊してるときは一番楽しいからな。あそこに看板がすごい集中してますね。あー、よいしょ、ふーな、バレないバレない。あー、緑でよかった服が。こいつは？あー、なるほど。そっからそこまでぐるーっと見るタイプの人ね。いけ！よっしゃー！火器厳禁。そりゃそうだろ。なんかこいつは怖いね。罠型。なんかスッと来たらくるっと振り向きそうで怖い。おお。あの鳥もやけに静かだ。何か音楽を聴かせてあげようか。こいつに誘導されたくない。おお、どうしたの。どうしたのお前。悪い人じゃないね。さあ問題の、あー、すぐくる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 、くしゃ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 。どこまでで帰る。よいしょよいしょよいしょ。あ、来ちゃう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 。あいつすぐ来ちゃうから。割と熱心である。よいしょ。よいしょ。よいしょ。何？靴禁止。ね。裸足です、原則。慌てない、慌てない。あ、間違えた。プーじゃない。絶対あいつあそこでスマホ見てるよね。よいしょ。あんな狭い隙間を行ったり来たりしてるやつはね、何も考えてない。俺もやっぱね、バイトだるかった時は一番細いなんか道を知ってましたもんね。よいしょ。またあれか。あ、滅殺。いけるかこれ。あー、捕まっちって逮捕する。したら、それでもこっからなんだ。で、抜き切った、抜いた札は抜いてる。抜いてるね。優しい。助かるぜ。だからもう一回滅殺しなきゃいけないんだ。そうでした。あいつはね、2回刺さなきゃいけなかった。スナフキンは2度刺す。うわー、2人してこいつら。まずこいつを滅殺して、こいつのメッセージどうすんだ。危ねえ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 。ああ、なるほど、タイミングがあるわけね。だからこう、あいつがこっちに一回ね、下のあいつがチューリップの方をご覧になったタイミングでメッセージ。楽しいな、もう。画面おじさんしかいないけど楽しいな。危ない危ない危ない。捕まる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 。すぐ捕まる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 。ああ、すぐ捕まる。ああ。もう二度と来るなよ。はーい。行きます。意外と見つかるのね。あと、どこにいるんだ。ああ、こいつ、そう、ここ、シミじゃねえんだ。こいつの視野だった。この辺までいる分には別にいいのよ。なんだろうな、あれ。枯れ木かなって思われてんだけど。
こっち側から回らなきゃいけなかった。え、あれ、なんかお花しか見えなくなったよ。まあいっか、お花だし。こいつ何やってんだよ。よいしょ。で、最後の一本、やった。えい、しょい。そして秩序は乱れ。いなくなってせいせいした。ムーミントロールが知ったら安心するだろうな。さあ、なかなかね、ムーミンにはこの方向看板はスナフキン的にはまあいいだろうと。別に縛られたくないだけだから、メッセージ性がなきゃ別にいいんだ。ぐっちゃぐちゃにしてやりましたよ、もう。廃墟じゃん、もう。鳥だ。ひらめきハンターね。よいしょ。滅殺。さあさあさあ、もうすぐムーミンに会いたくて来ているのに、ポチトラ。頼むよ。どうすんの、ムーミン。ダメだ、もう今スナフキンのことムーミンって呼んじゃったから、もうおしまいだ。あれは、いやニョロロだった。デカミミズだった。かわいいけど、本人に聞かせたら落ち込む悲鳴をあげちゃった。いやなんだろう、上なのかこっちなのか。あと何があんの。あ、まだニョロニョロくんだ。わあ、ということはこの岩肌の穴の向こう側にこいつらがいっぱい住んでいるコロニーがある。ああ、悪いことじゃないけど、このあの穴の中に群れを成しているんだ。いかにもなテコがございますか。なんですの。これを、はい、あの、で、乗ってか、よいしょ。で、こっち側に置くと、あ、よいしょ。それではこうなっちゃうからね、スナフキン。わかるでしょ。スナフキン良い。この辺でよかったね。さあさあさあ、で、こいつを押して、なんかつながりそうだけどな。ふう、すごい、もうひらめいてる。茂みが明らかにひらめいてる。待て、心の準備が。え、あの人よね、だ、手提げ持ってるもん。常に持ってるやつ。いや、急にやっぱレギュラーが来るとさ、スニフん時よりもやっぱりドキドキするもんね。いやー、ちょっと会いに行くか。すっげー困ってるし。いや、ムーミンママ。ムーミンママは、ムーミンのお母さんだから、ムーミンママなんですよね。それじゃあ、ムーミンが生まれる前は、なんていう名前だったんですか？僕にだけ、教えてください。
あら、スナフキン、ちょっと冬眠から覚めた頃なのよ、ところなのよ。ムーミントロールは先に目が覚めたみたい。きっと橋で待ってるわ。ムーミンママ、お元気ですか？それが、お花の手入れを楽しみにしていたのにすっかり枯れてしまったの。ムーミンママといえばもう、植物中ですからね、ほんとに。気にしなくていいのよ。気にしなくていいのよって言いながら、そんな真ん緑の目を開いて。気にしなくていいのよ。さあ、息子に会いに行きな。私の肩のことはさておき。そうは言っても、そして今ここ左下のとこ、そして、ムーミンに会いに行こう。本当に気にしなくていいんですかね。まあでも今のところやれることもなさそうだし。あれ、ムーミン P じゃん。誰かが窓を開けっぱなしにしていたな。窓。私の脚本が谷のあっちこっち、岩が喋ってるあっちこっちに散らばってしまった。やあ、ムーミンパパ。こんにちは、ムーミンパパ。先ほど目が覚めたんだが、すでにたくさんのことが頭をよぎっているよ。私の脚本が飛んでいってしまった。その上ボートまで。脚本を書き終えたんですね。おめでとうございます。ムーミントロールを見かけませんでしたか？おや、ここにいないのかい？橋のそばで君を待っているんじゃないか？あったら窓は閉めるように伝えてくれ。私の脚本が飛んでいったのはそのせいなのだから。もしかしたら私のボートの行方も知っているかもしれない。脚本が落ちていないか気をつけておきますよ、ボートもね。ボートごとどっか行ったんだ。ちょっとこうフラフラしちゃうよね。なるほどね。なんか全てのトラブルに息子ムーミンがどうやら関わっているっぽいな。ハンモックだ。いつもの橋はこっちの道だ。ははは。え？ああ、さっきあんなに水をたたえていたあの思い出の橋が、ムーミンもいないし、どうしちゃったの？なんだ、川がなくなっている。それに通話が ちょっとすいませんね。ちょっとすいませんね。ガーン。今ね、急にね、あの、こっちのあれなんですけど、パポンパポンって入ってびっくりしたの。すごい、川は干上がるわ。通話は来るわね。さあ、ちょっとスナフキンの悲しみがぶれてしまいましたけれども。ムーミントロールに何があったのか調べないと。それに川のこともどうして消えてしまったのか。ムーミン。お預けだ。あー、でもミーはいた。ミー、姉ちゃん、ここまで来るのに随分時間がかかったじゃない。スナフキン、こんな声じゃなかった。全然じっくり観察しないといけない蝶でもいたのかしらね。パタパタってやつがいてさ。それともどこかの大きな滝を眺めに行く必要でもあったとか。やあ、リトルミー、ムーミントロールに何かあったって言ったかい？あはん？とっても悲しい結末だったわ。すいません、あの、ファンの人怒んないでね。本当にね。ムーミントロールったらのんきのもんよ。怠けで冬眠してたんだから。怠けで、そうだね。すげえ寝てる。あったかそう、あいつ。なんかさ、気持ちでかくない？ああ、でも冬だからか。いっぱい食ってから寝たからか。なんか、でかいよね、こいつ。ムーミン。私に言わせれば、かなり自分勝手だわね。すると、そして突然現れたの。モランが！あの、あれだよね。金融庁の黒崎になってきたね、だんだんね。
あいつじゃん、モランじゃん。コワモテの。ムーミントロールを見るモランの目は恨みしそうで悪意があったわ。もう黒崎です。そう、モランよ、モランね。あいつ怖いけどね。ぬーっとしてるんだよね。あいつがムーミントロールを連れて森の中へ入っていったの。かわいそうなムーミントロール。無理やり連れ去られたのよ。ナオキ。その目で見たのかい？私は命からがら逃げなきゃならなかったんだけど、大体そんな感じかしら。もう二度とムーミントロールには会えないでしょうね。わざとこういうことを言う、この子、好き。チーチーない、あ、シーラないとか。シーラ。でもなんかヒントがあったね。リトルミーが言ってることは本当だろうか。確かめに行こう。モランが、でもそんな、なんかね、モランって別にそんなに、なんかろくでなしじゃない、ろくでなしなのかな、あいつって。あ、そうだ、よく見たら、なんか太鼓になってる。ここは太鼓にならないとダメなんだ。じゃあまたいつか。今はね、とりあえずこっちの、ね、寒々としたここをたどっていこう。ムーミン、ムーミン、ムーミントロール。しまった、他にも警察が。そうだ、もしかしたら手を貸してもらえるかもしれない。もうあんな指名手配級のことやっといてね。すいません、間違いない、これは実に大きく立派な公演になることだろう。僕の友達のムーミントロールを見かけませんでしたか？おそらく連れ去られてしまったんです、モランに。はっはっ、建設中の敷地に入ってはならん。ムーミントロールもいかなる動物も、そしてもちろんモランもだ。さあ行くんだ、我々には大事な仕事がある。ダメだ、杓子定規だ。それならいいさ、自分で考えよう。で、またこう鍵開けて。どうしたの？怯えアニマルたちが、動物たちが困ってる。何にとかではなく、ざっくりと困ってる。あ、ほら、だってもう困りすぎて音楽を聴く余裕がないんだもん。ざっくりね。だからこの公園ができてるからざっくり困ってるんだ。住処がなくなっちゃうからね。そんなのはもう一番この砂付近の、もう一番許せないところですよ。誰しもに自由に好きな場所で好きに生きる権利があるわけだから。あ、間違った。プーじゃねえ。そのためだったら、こんな大きな岩も転がすし、双子島くらい岩を動かしてる、今日。走れるよ。氷の跡はここに空いてる。モラン、この道を通ったんだな。あー、なんかだんだん夜になってきた。ここに来て寒さが増した。お、途切れた？途切れてない。あ、ここは闇だ。足跡だ。ムーミントロールだろうか。ということで自分で歩いてここまで来たってことね。キノコ、キノコ道。ロード中だけど、マップで地図を見られるよ。さあ、ランプを灯して。絵になるね。いる、もう、もういるよ、いるよ。鼻でかい。よく見たら砂付近もまあまあ鼻でかい。モランだ。あー、え、これ捕まったら終わりなの？これなんか逃げちゃうけど。え、本当に？どうしても？ちょっと一回話そうよ。あー、ダメだった。そういうやつだった。幻覚見ちゃった、スナフキン。捕まったらダメなやつだ。ぬかるみに足を取られるからね、なるべくこうぬかるんでないところで距離を稼がないと。あーあーあー、来るよ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 。そうだ、モランに触るともうカチンコチンになっちゃいます。あー、すげえ、あいつ沼地で早えな。
おおお、飛ばなきゃが。よしよし、くぐってくぐって。押すのかよ、ここに来て。あーやばいやばい、押せ押せ、やばいやばい。おおおおおおやばいやばいやばい。あ、待ってくれてる、待ってくれてる。モラ待ってくれるんだ、今の時間はね。名乗り工場の時に怪人襲ってこないのと同じだ。あーよかった。いやー、基本みんな優しくて助かる。ゲームがゲームだったらもう、これがもしフロムムーミンだったら俺はもう死んでる。ムーミンは大丈夫か。やばいよ、フロムゲーだったら50回死んでるって言おうと思ったら、ムーミンがだいぶやばいぞ。もうムーミン、君は本当にドジだな。いや、ドジっていうか、これ何の跡なの。転んだのか、転んで先を。フロムーミンだったら、あ、また来た来た。おい、戻ってくんなよモーラン、タイミングわからん。あいつ川凍らしてくるからな。早い早い早い、まただ。よいしょ、あー待ってくれてる。あ、間違えた、間違えた、のんき。やばいやばいやばい、ま、あ、待ってくんない、全然待ってくんない、全然待ってくんない、全然待ってくんない。あーなんで、なんでなんで、モラ、なんで岩は待ってくれんのに木は待ってくれんの。ここは待ってくれるんだよね。ということは、ここ待ってくれるんだったら、一回こうやってこうやって、これで時間を稼げってことか。よいしょよいしょ、全然違ったくせえな。もう乗る、あー乗れねえ。愛で持ち物を確認しよう。なんだろう、なんかやり方間違ってるね。でででででん、もう一回待って、一回、もら、一回待って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 ね。どうなんだろうな。さあ、とやっちゃっていいのか。なんか間に合った。なんか急に、なんか間に合った。理屈はあんまりわからないけど、なんか間に合った。ムーミントロールはきっとこっちだ。やばいやばいやばい。慌てる慌てるけど、スタスタだ。いや、モーラン飛び石お構いなしだからな。沼地ゆっくり歩きはもどかしい。やばいやばい、来てる来てる来てるよ来てるよ。スナちゃん、スナちゃん来てるって、来てるって。はあはあ楽しい。来てるよ。しまった、行き止まりだと思ったら、しー、こっちだ。誰？え？いや、知らねえやつ。てっきりムーミンがあれかと思った。ごめん、知らないやつは失礼でした。思ってるよりもこじんまりとしたやつが来ました。おなじみの人。知らない、これ。おなじみのやつなのか、こいつは。そうそうそう。ね、せっかくだから、名付けてあげた TTU が来るのかと思ったら、ハリネズミくんが来ました。
モランが怖かったのか、君のランプが気になってたみたいだよ。モランなら大丈夫。いや、俺4回氷漬けになったからね。ムーミントロールはそれに気づいてたみたいだけれど。ということは、ムーミントロールがここに？ああ、確かにいたな。うわあ、足短いね。ムーミントロールはここに来たんだ、モランと一緒にね。やばいじゃん、ウサギ禁止、鹿禁止、鳥禁止、モラン禁止じゃん。それ悲しいね。なんでモラン禁止なんですか？よし。森のひどいありさまを見て警察に相談したんだが追い返されてな。なんたってね、その警察が主導でというか、森をひどい目に遭わせてる側ですからね。ムーミントロールを見たらそれが最後だ。ということは、ムーミントロールはモランとここにいた。そしてそれは彼が進んでやったこと。ムーミントロール、君はいつだってそうだ。そして物事を大げさに言うのも君らしいよ、リトルミー。あれはなんだ、煙？調べた方が良さそうだ。なんだろう、大変だ、またやられてる。どうしたんだ、温泉？ああ、焚き火だ。温泉が湧いたなんて悠長なあれじゃなかったよ。こんなに木を伐採して、で、草地をこう焼いてこれが社会的進歩の匂いというものか。公園番は今の我々を見るべきだよな。素晴らしい仕事をしてるんだから。あの島から戻ってきたらきっと感激なさるだろう。あの島？こんなところで火を使うのよせ、空気の乾燥がひどいんだ。落ち着きたまえ、我々で対処できている？できてない。ああ、ほら、空気が乾燥して、ああ、山ん火事だ。まずいまずい、これは異常だ。ダメだね。また報告書を書かなきゃいけない。やばいよ、火の手が上がりまくって。こんな時こそ新しいやること、火を消す。うわわわ、もうこの先には行けないよと。熱すぎる。閉じ込められちった。ここはモランが来てくれた。モラン、炎が気になってるみたいだ。そうだね、冷え冷えパワーで少し弱まってきた。いいやつなんだよ多分基本的には。ただくっつくと氷漬けになっちゃうだけで。ああ、なるほどね。あ、こうひらめくわ。で、さっきまで敵対関係にあったモランとタッグを組んで美しい森を守るんだよ。あちあちあち、あち、熱いね、展開が熱いね。恵みの大悟だ。まだあんのか。相当燃やしたね。火がほとんど消えた。いや全然。おや、モランが森を救った。あとはこの警察をどうにかしないと。そうだね、もう今見てた我々からしたら、モランというのは実はこのね、自分のテリトリーをしっかりしたい、実は優しいやつで、警察はもう怠慢も怠慢、我々はもうハーモニカが喋ってる。我々が素晴らしい仕事をした。自然は我々を止めようとしたが、それに勝利したね。この文明社会に対して従順じゃない自然っていう、そういう構図を作って、そういう物語を勝手に作って、自分たちは進歩的文化的なことをしてると思い込んでる奴らをスナフキンは決して許さない。こうなったのはお前たちのせいだ。何か文句があるなら公演版に相談してくれ。どこにいるんだ？さっきのしつこい奴にも言ったが、ニョロニョロの島で重要な仕事をなさっている。
ラスボスはニョロニョロの島にいるのか。さあ、公園から出ていくんだ。断る。モランも来たよ。味方になったモラン、心強い。鼻でかっ。頼もしいね。うわー、この仕事あまりに合わん。すげえ、モランの圧だけで。ありがとうモラン。そっか、モラン女の子か。それはあんまなんかすまなかった。スナフキン、君は私たちの家を救ってくれた。さあ、この横笛を持って行ってくれ。私たちがの俺の気持ちだ。お気に入りの木から作られたものなんだ。そして今となっては最後に残った木のかけらはそれだけ、もう伐採され尽くしちゃった。この森が蘇るのに時間かかるぞ。僕じゃないさ、森を救ったのはモランだ。ちょっとあれだよね、もうタバコ吸ってんのちょっと気まずかったもんね。あんな火の出上がって。なんとモランが我らが英雄メシア。シュー、ありがとう、ありがとうサム、ありがとう。そして友達だ。モラン万歳。顔に出ないタイプ。そして夜が明け、みんななんかいい感じになったという。ここはまだ豊かな森になるなと、まあ、さっきも看板引っこ抜いたらその瞬間にね、生い茂ってましたもんね。これで今ハーモニカから横笛に持ち帰れたんで吹いてみよう。あ、こういう指向性があるのね。まあ、特にみんなリアクションはないけど、じゃあ次この先に行くか。やはりこの腐りきった公園を、こんなんお前ドラえもんみたいな空き地を作りやがって。ムーミントロールは公演版を探しに行ったんだ。そうか、スナフキンとムーミンは同じことを考えてるからね。ムーミンのがちょっと先に行ってるわけだ。ニョロニョロの島へ。ちなみに今スナフキンはこの真ん中ら辺で渡って、あっちのね島まで行かにゃいかんと。で、ここはまだ太鼓だからまだ行けない。この思い出の悲しき橋を渡りだ。びっくりした。笛の皆さんね、ねえ、木なのかな、何なのか、海藻なのか。あ、寝ちゃった。通れるわけね。はい、おやすみなさい。猛痕たちもいたし。いや、悲しすぎる。こんなね、花鍵禁止ね。あー、えらいこっちゃ。落ち着いて、落ち着いて。僕は敵じゃないよ。あ、花も、花もひらめくんだ。この辺はまだギリ豊かですね。すると君はハーモニカ派、ハーモニカ派の方には、こうやって経験値を貯めていかないといけない。いかにスナフキンといえどもね。ああ、勉強はせにはならん。もうなすすべなしだよな。
なるほどなるほど。なんだ、なんか具が足りない人、おなじみ。いや、また会いましたね。いやいや、座るように招いた方がいいかな。ジャコネズミさん、つまりそれは座っていいって意味ですか。じゃろうな。では、さて、あんずたけとポルチーニがあれば美味しいシチューを作れるんじゃが、わしのために取ってきてくれんかの。もちろんです。シチューいいですね。お前さんも欲しいのかね。この流れで食わしてもらえないことあるの。よかろう。なんかムーミン関係ないやつ来ちゃったよ。なんかついてきてくれるっぽい。あーあー、なんかもう、なんか追い詰められちったよ。頭虫だらけになっちゃった。ここはなんかスーパー行き止まり。え、こいつは何。ただ違う、ノイズなだけじゃないよね。あー、ここだ。あーで、経験値担当だった。びっくりした。俺今日配信最後まであいつと付き合うのかと思った。で、まあちょっとおじいさんクエストはもうあるんですけど、それどころじゃなくて。うん、おい、立ちていかん。そうですかい。はいしゃい。立ってることが仕事なのかい、トンマが。よいしょ。ついついね、乗っちゃいますが。こことここの間ってこと？いや普通にとりあえず多分こっちに行けばなんだろうけど、上に行けばなんだろうけど、なんか気になるな。キノコクエストもあるんじゃないの。ほらなんかいたよ、ポルチーニが。贅沢もんなんだよな、キノコおじさん。ちょっと待って、なんか、待って。いや、カニの親子がいらん。また、スニフがまた。スニフがまた。お願い助けて。カニの軍団に。かわいそうなセドリックが迷子になっちゃった。それ今度は恐ろしいカニが入り口を塞いでいる。友達を探すのを手伝うよ。怯えてるに違いないよ。ありがとう、スナフキン。カニの親子。まあ、なんとかしましょう。乗りかかった船だね。こうやってね、細かく角度を変えながら。すると、はい、みんな寝ちゃいました。待って、これ子供たちはさ、こう通った瞬間にビャーって来ない？ああ、来なかった。なかなか、妙な寄り道をしてしまったな。はあ。無限にいるじゃん、カニ一家。この角度無敵角度じゃない？あ、やっぱりひらめく。
はい。なんかどんどん奥まっていくけど、途中明るくもあり、道も分かたれており、影スニフ面白いな。こっちは？あれお前じゃん、おなじみのシューじゃん。シューの上をね、飛んでいかないといけないんだ。あーで、こっちはあれだ、ミラクルひらめきスポットだ。だよね、先がない。こいつのシューのいるところはもう先がない。よいしょ。なんかそんな気はしましたね。脇道っぽかったもん。どうも暗い方に行きたくなるんだよな。シャララン、シャララン飲みか。こうわーっと行って、多分またシューがいるから。うわ、2シューいんじゃん。シュー、意外と笛射程が長い。するとここにも思う存分ひらめいたってください、スナフさんという。多分今後ものすごい勢いでひらめかないといけない時間が来るんだろうな。ふんふん。あー、またいた。カニカニチャンスだ。カニカニチャンスとこっちがカニから引くか。ちょっと動きが早いんですね。意外とエイムが試される。よし、でかいカニを寝かせるゲームって何なんだ。ランスニフ、朝焼けだよ。それどころじゃね、イルカもいるんだ。ムーミン谷の生態系をよく知らないからさ、何がいて何がいないのか知らないんだよね。だってムーミンがほとんどイルカみてえなさ。セドリック、こんなところに。僕の大切なセドリック、もう二度と離れるもんか。なんなんセドリック、いい犬。しかも飼われてるタイプの犬。また、あ、ぬいぐるみか。セドリックは君のぬいぐるみだったのか。失礼しちゃうな、セドリックはぬいぐるみ以上の存在だよ。あれでしょ、コナンのアムロさんのぬいとかと同じあれだから。わかったよ、じゃあとにかく別の出口を探さないと。そうだね、この洞窟は恐ろしいよ。こっから出して、まあね、確かにぬいぐるみはね。寝ろ寝ろカニー。ムーミンがカバみたいだっていうのはさ、ムーミンパパも映画で自虐ネタで言ってたんだけどさ、でもなんかさ、見た目はカバっぽいけど、なんか質感はさ、イルカとか、あの何、海生哺乳類、スナメリとか、あっちっぽくない？お宝だ！スニフ、待て、クソワナだもん。ああ、なんて綺麗なんだろう。お金に目がくらんじゃったよ、なんなんだろう。何がそんなに特別なのか全くわからないな。お金興味ないもんな。スナフキンのこと調べたらさ、あの元祖ミニマリストって呼ばれてて、そんな
セドリックは語らず、なんとかしてスナフキン新しいやること、カニからセドリックを助ける。位置が良くない。今ね、斜めがないからちょっとね、エイムが難しいんですが、あ、よかったよかった。セドリック、僕を許して。セドリックは黙して語ることはなかった。あーセドリック許して。大将スニフ顔面白え。あそこだ。さあ洞窟から脱出しよう。ああでもお宝は。またセドリックをなくしちゃってもいいのか。まあなんかあの FX で全財産溶かした人の顔してるんだよな。ああ嫌だ。あーもちろんダメだよ。そんな目で見ないでセドリック。ああでもこれサブクエだったけども結構レベルが上がるんですね。あ、帰ってこられた。いや、このひらめき大量ゲットはでかいんじゃないですか。ああよかった、ヒヤヒヤしたよ。本当にありがとうスナフキン。もう迷子になるんじゃないぞ。ちょっと待った。セドリック、なんだって？スナフキンが寂しそう？セドリックは黙して語るもの。ハッチポッチ犬。セドリックはこれを持って行ってほしいってさ、仲間として。セドリックほど魅力的で衝動的ではないかもしれないけど、しっかりしてたら信頼できるから。ああ、ありがとう。スニフ、それに、セドリックも。ヘムレンさんの人形？スナフキンが助けてくれたことに感謝しろってセドリックが言ってる。セドリックが言ってるから感謝するよ。ありがとう、スナフキン。セドリックが言うからね。さあ、帰ろうか。なんだこれ、なんだこれ、え、メカブ海藻だ。塩辛くヌルヌルした食感、青い海の雄大さと力強さを思い起こさせる海の宝物。これまたちょっとこれでグルマンがいるのかな。よいしょ。海の幸、山の幸をね、取らないと。化石もあるよ。化石は特に興味なし。あーやっと地に足ついたところに。でこの辺にはあれなんだね、もう太鼓がないと意味がない奴らがいっぱいいるんだ。だから太鼓を持ってまたおいでみたいな。でよ、これはムーミンパパのボートがない。言ってたね。そうだ、ここのボートがニョロニョロの島、天気悪いみたいね。いやートゥーティッキー、ムーミンパパのボートを持っていってしまった人を見かけたかい。あ、会えて嬉しいわ。持っていったのはムーミントロールよ。ニョロニョロの島で公園版を探すんですって。嫌な予感がするな。追いかけないと。ボートがないことにはちょっと難しいんじゃないかしら。素泳ぎじゃ難しいわよ。そうね、イカダを作るのを手伝ってあげられるかもしれないわ。でも材料が足りない。何だってするよ。何がいるんだい。土台を作るのに丸太が3本いるわね。マスト用に棒、それからロープ、帆を作るのに布も必要よ。材料が多い。丸太、棒、ロープ、なんか発音変だった。丸太、棒、ロープ、それに布だね。今すぐ探してくるよ。確かにイカダがなきゃどうしようもないからね。しかしね、そんな安請け合いはしたけどさ、こんな海辺にそう簡単に棒なんてあるもんなのかい。なんか誰か歩いてるよ。誰の足跡だろう。よいしょ。あ、とはいえ
海辺とはいえ割と沢みたいな感じなのか。お、うん、どうしよう、また戻ってきたわと姿が見えない子が言っています。そこに誰かいるのか。姿が見えない。あ、ほんと、恥ずかしがらないで。何このストーキングハーモニック。あ、やばい、全部取っていくなんて。僕は何も取っていないよ。世話しない、史上一番世話しないハーモニカ。どう？私は目に見えないけれど、だからといって服を全部取っていくなんて。あ、もう今すっぱだかなんだ。誰かに盗まれたのかい？取り戻すのを手伝おうか。どういうことなんだ？透明人間がもう服なくなったから見えなくなっちゃったの。まあいいやと。そこにいるんだねと思ってるんだけど、いやー、僕はスナフキン。あー、てっきりスティンキーかと。スティンキー、そいつはいただけないな。ごめんなさい、あなたがそうじゃないって今わかるわ。ちょっと困っていて。私、ニンニ。いやー、ニンニ、スティンキーが君の服を。泳いでる間に持っていかれしまったの。すっぱだかで泳いでる間にね。天女羽衣伝説みたいだな。スティンキーが、私は目に見えないから着るものは必要ないって。でもとっても寒いの。そりゃそうだよな。スティンキーのやつ、ただで済むと思うなよ。僕が取り戻してあげよう。じゃ、また後で。気をつけてね。ニンニの服、なんかどんどんクエストがね。やっぱヒーローなんだね、スナフキンもね。ということはだ、結局砂浜に至ってイカダの材料が集まる感じは全くしませんね。わっ、すいません。あ、音楽に全く興味がないタイプの方もいたんだ。とはいえなあ、開いてんじゃん。そう、木は切り倒されちゃったんだけども、多分資材があるだろう、こいつら。バー、おバカが来た。君は、君はお化けだった。鼻でかお化けだった。君も怖くないっていうの？すまないが、怖くないね。なんて悲しいんだ。ハエ一匹も怖がらせることができないだなんて。そして失敗するたびにどんどん体が小さくなっちゃうんだ。なるほど。力になれるかもしれない。君が？どんな風に？二人で力を合わせれば、ここに連れてくることができるかもしれない。何も知らないとある人物をね。めちゃめちゃビビリのあいつを。犠牲者になってくれる人物を探そう。この公園は今なんかあんのかな。公園なのかも分からんけど。捕まらないように気をつけてね。ハムスターが言ってる。捕まらないように気をつけてね。あいつらが近づいてきたら脅かして公園から追い出せるから。なるほど。こっちへ連れてきて。えっ、えっ、えっ、あー、死んだ。なるほどね。これで3人ともね。あ、やばいやばいやばい。
ここまでおいでと。するとあ、なんかさっきよりでかい。でかいとちゃんと怖いな。おとり砂付近。わあ。だいぶいいんじゃない？でか怖い。ちょっと待って待って待って。何人詰めてんのそこ。お前ら絶対麻雀やってたろ。おう。はい、ゴー。そしたらお化けいるから。お化けいます。何なんだろうね。このギミックね。おいちょいちょいちょい。いるよ。いるよ。不審者がいるよ。不審者が。逮捕する。あ、普通に、あ、さすがに近づきすぎたわ。不審者いるでしょ。いやいや、お化けいるから。そうか、普通に近づきすぎると逮捕はされるんだ。あいつかな。で、それ不審者いるでしょ。不審者、不審者いるでしょ。お化けいるから待って、これ以上でかくなったら俺も怖いんだけど、こいつ。はい、しょ。いい。そして、混沌極まる。お化け。もうお化けね、楽しかった。ありがとう、スナフキン。俺なんていらないさ。力になれてよかった。博愛の人。予備の布があるんだけど、あげようか？僕みたいにお化けになれるよ。あ、ここで。ああ、イカドの方に使えそうだ。ありがとう。ああ、イカドの方に使えそうだ。なるほどね、こうやって人助けをしながらね。これ見て、恐ろしいでしょ。おちょろちいに布いただきました。ありがとうございます。こうやって多分あれだね、ムーミン谷のいろんな人たちをこう手助けしてお礼で稼いでいくわけだ、おそらくは。あれ、みーちゃんじゃない今の。どうしたの。何をしているわけ。宝探し。ルティキに言われた材料を探しているんだ。なんだか怪しいわね。目を光らせておこうと黒崎が。ところでモランの件ではどうも、とんだ無駄骨だったよ。ひひん。みー、全然ストーリーに関与しなくていいね。完璧な棒だ。これでレースしてくれる勇敢な人はいないだろうか。なんか言ってますよ。あれ、メガネムーミンだ。さあ、今ね、この魚の生態が全然わかんなくて。あ、メガネムーミンがいるのに。一旦置いといてごめん、あの昼寝っていうやつもあるんだね。YouTuber で初じゃないですか、ゲーム実況中に一回オカリナを挟むの。あー、なるほど。
これで一回こう、いいのかな。自信がないぞ。あらよっと。このなんかね、棒をね、あ、ここをこうすると楽になるよってやつだった。好きこれ。もう遠回りしなくていいんだよのやつ好きなんだよな俺。助かるな。魚の生態は多分これ、ま、今吹いても意味ないんじゃないのかな、ひょっとして。こっち側からこう普通に行きゃいいわけだから。メガネムーミン、川を渡る術とかじゃないんだこれは。いやースノーク、いやースノフキン、二人用の楽しいゲームを遊んでるんだ、たった一人でね。ちょうど今イカダを作ってるんだ。その棒を貸してもらえたらいいマストになりそうだ。どうかな。うん、それはこのものすごく面白いゲームで僕に勝てない限り無理な話だよ。難しいとは思うけどね。そうか、どんなゲームなんだい。あそこにある旗に最初についた棒が勝ちっていうゲームさ。それとゲームが始まったら棒に触ってはいけないんだ。でもまずは自分の棒を持ってこなくてはね。とはいえこの棒みたいにすごい棒はなかなか見つからないとは思うが。わかった、探してくるよ。なるほど、棒ちゃんをね。棒ちゃんどっちなんだろうね。そんな素敵な、一旦ちょっと もう一回端の方見たいけど、多分どうせ上なんじゃねえのと思うけど、そんな素敵な坊ちゃんいたっけっていう。ここすごい昼寝しちゃうから。これじゃダメだもんね。これ引っこ抜いたらすげえ怒られるだろうしね。上だな。もう完全にこっちっすね。なんかあるぞ。ちょっと待って、ないやでも待って、ちょ、あれこれ、ちょ、いや待って、だってさ、メガネが持ってる棒がこれでしょ。で俺の棒これ枝じゃん。もっと立派で長い棒やっぱあるよね、あるよね。あまりにも格差がさ、え、いや違うわ、それはあいつのなんか説明書あるぞ。やばい、なんか書類流したぞ俺。何やってんだこれ、書類が。ムーミン、あ、パパの脚本ね。こんな上まで来てたんだ。もうしょうがない、あの枝で頑張るしかない、こっちは。おや、よかった、棒を見つけたんだね。始めようか。小棒だな、やろう。で、あれか、あーこうなるからこれをね、こうやって頑張るわけだ。やばいやばい、だいぶ差が開いた。こうやってね、なるほどなるほど。で多分もうここでせき止められる、こいつを。ここでこいつの棒をせき止めて、ここでザ・ワールド悠々と自分の棒をスーッと生かすと。勝てばよかろうなのだ。
で、こっちやらないといけないから。で、またここでもう一回せき止めて。ウィナー。わお、君の勝ちだ。計算が完全に外れたな。まあ今の僕には必要なくなってしまった。さあ持っていくといい。ありがとう。ゲームの時間だ。棒が1本増えたよ。めでてー、棒が増えんの。さあ長い棒ね。さて、まあ結構全然行ってないんだね、こうやって見たらね。ムーミンのダニの方にいろいろあっけどね。一回入り口側に戻ってみるとなんかいいことがあるかもっていうあれですかね。ムーミンダニ中をん？もういけるな。駆けずり回り、かゆい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 、かゆいね、ムーミンダニ。寄り道したくなっちゃうな。あれ、キノコじゃね？アンズタケだよ。アンズタケとポルチーニが手に入ったくね？なんだこれ。あー、え、結構これパパの本探しクエスト結構シビアだね。目を皿にしてちゃんとやらないといけないやつだ。よいしょ。あれ、こんな、おお、いた。あれ、なんか指輪だ。ゴーとりあえずどっか飛ばせばいいんだ。スノークお嬢さんのアンクレット。この後、実はなくしちゃってみたいな展開で、それってこれかいっていう風に出すかっこいいやつができるわけだ。なんか明らかに関係ない方向に行ってますね。まあいいか、ムーミンだし。あれ、ムーミン谷の頂き目指してるな今。あー、かゆいかゆい。はい、これは？イラクサ、トゲトゲしい野菜の植物、イラクサ。なんか途中でひらめきが足りなくなりそう。あー、怖い怖い怖い。よいしょよいしょ、おい。で、ね、行きはいよいよ帰るは楽ちんでございますかね。あーっと、名作だ。名作かどうかは俺が判断するけどね。人生のアイディアや感情、知恵のすべてをわずか数ページにムーミンパパがまとめたもの。あ、これ自分で言ってんのかこいつ。あれ、ん？あ、で、ここに戻ってこれるよと。俺、ムーミンパパが書いたやつ読んだことねえからな。あの、ムーミンパパが海に行く文庫本はね、大昔に読んだんですよね。懐かしい。あんまり実は内容は覚えてないけど。あれ、まだ本棚にあったかな。あれ、読もう今度。あれ、ムーミンパパ海に行くって結構なんか名作度が高いみたいな触れ込みでなんかミーハーに読んだんですけど、だいぶムーミンパパオンリーでしたよねなんか合ってる？
ムーミンパパ主体だからやっぱりちょっとこう、なんていうの、ビターな感じというか、まだ寝てる。さあ一旦、なんかいいじゃんいいじゃんこれ。パパ何やってんの。スナフキンムーミントロに会えたかね。どうやらニョロニョロの姉妹行ったようです。なんと、さすが私の息子だ。冒険心がある。私のボートがあったとしてもおかしくない。ところで、この年寄りに手を貸してくれるかね。ムーミンパパが丸太を切るのを手伝おう。あ、こうやってね。えーし、えーし、かわいい。えーし、えーし、おい、えーし、えーし、こうね、ちょうどいいこのサイズ感にね。えーし、あー、むだ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 。なんとも骨の折れる。ありがとう、スナフキン。丸太が必要なら戦持ってくれ。ありがとうございます。短いやつはいりません。残念ながらまだなんです。まだ見つかってません。丸太、いわゆる丸太。そして、棒ができた？あれができた？となると、あと、もう、いけるのか、これで。よ。イカだ。あ、あとは海の生き物からロープが。そうだ、ロープがいるんだ。じゃ、もう一回あれだな。海に行かんや、行かんのだ。この辺、なんかうまいこともらえないかな、ロープ。で、いや、デカズカ。自然と暮らすっつってね、やっぱね、虫が大変ですからね。あれ、太鼓鳥もいるじゃん。この辺全然未開の地ですね。うわこれだけ慣れねえ。このチキチキタイムだけ慣れねえ。ポルチーニあったよ。別にいいけど。あーっつってるハムスターが。あーねえ、大体やっぱりあの田舎の人の話聞くとさ、ね、あのゲジゲジ自慢とかさ、うちの田舎なんてね、こんなにでっかいゲジゲジ出るんだからね、それ言ったらね、うちなんてね、こんなでっかいね、イモリがね、天井にいてね、なんか、そんななんか謎の、でか虫虫キングやり始めるよね、田舎の。それ言ったらうちなんてね、もうね、自動販売機にこんなでっかいガガ、うちわくらいでっかいガガ。何ですか？すいません。あーっつってたのは。これ卵はもらっちゃダメなやつだね。あれ、おなじみの方だ。どうしたんだい？喉がものすごく痛いんだ。長いし。そういう生態だったんだ。ほんと、こじこじの物知りじじいみたいな。ちょ、手を貸してくれないか？食べたりしないで約束するから。どうせ、あ、このロープのせいで飲み込みたくてもできないしな。それを聞いて安心したよ。何ができるか考えてみよう。うん。自由を奪っているロープを取り除いてあげよう。あー、ギチギチに縛られとる。おいで。はい。やっと取れた。これで自由だ。さあ、このロープを、忌まわしいロープをどっか遠くへやってくれと。僕がもらおう。きっと役に立つはずだ。これで揃ったはず。トゥーティキがイカダを作れるぞ。なんかさ、卵が落ちてるのよね。
この卵は何なのよさ。拾っちゃってね。卵、あー気持ちよさそうだね。よいしょ。あ、これ卵を置くとすげーひらめ、もうすぐレベル6だ。さあ戻ろう。はいはいはい。あと一応あれ、シチューおじさんのとこも行った方がいいのかな、そろそろ。でもまだた、なんかキノコは足りてない気がする。なんか音がする。あ、パパ作じゃん。ちょっと待って、パパ作気になるな。だってもうイカダ作っちゃったらさ、割とあれなんじゃないのって。あんなとこにあったんだパパ作。ねえ、渡ってたよね。もったいないことしたな。疲れて動けなくなりました。こっちから行けたっけ。ちょちょちょ、あれは拾っときたいけど。どこ行った。あ、この辺は全然ね。もうパパー。ああ、そうか、さっきめっちゃ見逃してたんだ俺。わかりました。パパってあと何ページくらいなんだろうね。多分本当にエッセイくらいの尺刊だろうから、そんなにもうないんじゃないのって思うけど。持ってきたよ。すべて揃ったね。これでイカダが作れるわと。そん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 、はい。2、3、4。計12発で。この言い方なら十分しっかりしてるはずだわ。悪天候はできるだけ避けてね。この古い地図を持っていくといいわ。家の壁にずっと飾っていたのよ。ニョロニョロの島で役に立つといいんだけど。ミーが来ちゃったよ。へぇ、私抜きで宝探しに行こうってわけ。探しているのはムーミントロールだ。宝の地図持ってるじゃないの。私もついていくわ。僕は一人がいい。危険かもしれないから。お宝を独り占めするつもり、後悔させてやるわよ。来るの？来ないの？で、もうイカダに乗って、はい、すいません、旅に出ます。はい、魚とね。あ、天気悪い。嵐が来てる。あー来てるわ。お宝奪われに私を騙せると思ったわけ。え、言い合い。あーおい、せっかくおい。これは全部あんたのせいよ。イカダぶっ壊れちったよ。ナンパしちゃった。なんだって。無事にたどり着けたことに感謝すべきだ。ムーミントロールも無事に島に着いてるといいんだけど。あ、ニョロニョロの島に着いたは着いたのね。あんな大破して海から上がった君はより良い人になっただろう。あるいはただ濡れているだけなのかもしれない。うわー、じゃあもうあれか、帰りの片道切符だ。なんてこった。これミーはなんかあんのか。ついてきてるけど。ムーミントロール。ねえ、やっと会えるんだもんね。どこにいるんだ。
お宝さんってどこにいるの？ムーミン。俺ほんとこんな心からねえムーミンって思ったのは初めてかもしれない。あんたお宝に集中しなさいよ。ミーナリのエールであると思いたい。足跡ボートだ。一人より二人の方がうまくいく。ムーミンパパのボートだ。ホアはなくなってるけど、ムーミントロールを見つけてからホアがどこにあるのか考えよう。そうね、これさえあれば帰れるからね。優先順位が間違ってるわよ。頑張ってあの薄のろ見つけなさい。お宝は私のものよーん。単独行動。やばいな、俺なんか太鼓を忘れたのって失敗だったのか、それともまだ太鼓はもらえないもんなのか。この顔の傷はな、激しい取っ組み合いでできた傷なんだぜ。海賊さんだ。海賊だ、おなじみの。噂ではこの辺りに海賊船があるらしい。それでずっと穴掘ってんな。単眼鏡の使い方さえ分かればお宝を探せるのによ。知るか。そんなこと、単眼鏡だ。まあ、砂付近は当地で知ってるからね。ドクロ船、マストも無事にあるね。ふむ、海賊船だ。リトルミーの言う通り、宝物があるのかもしれない。船は完全に壊れてるけど、ホは無事のようだ。あれでムーミンパパのボートも直せるだろうか。海賊船に行く理由ができちめえましたね。忙しい忙しい。帰りの足がないなんてのはね。さあさあさあ、登るか降りるか。降りてみる。なんだこれ。あっ、とんでもないひらめきだこれ。一回降りてみてよかったーっていう。ん？この辺まで行ける。ぐっ。助かる助かる。やっぱ寄り道はすべきですね。なんかまだムーミン名言集にまとめられる可能性があるな、これ。やっぱり寄り道はすべきなんだよ。あ、ニョロニョロの後ろにギョロギョロもいる。やばいやばい、狙われてるぞ。ニョロニョロ、逃げるんだ。ニョロニョロの生態がわかんないからあれだけど、割と人見知りするタイプなの、ニョロニョロ。かわいいね。かわいいね。音楽に興味はない。マイペースに揺れてらっしゃる。ふんふんふん。じゃあここ押して、よいしょよいしょ。ニョロニョロは見てるばっかでいいよな、とかなんとか言いながら。なんだけどちょっと降りてみたくなるよね。ん？なんだ？あれ？足跡がここに来てる。ということは、ちょっと待って。どっちが正規ルートか分かんないから。自信ない、自信ない。よいしょ。こっち側があれだな、おまけルートだな。いや、なんかわかんねえな。どっちにしろつくのかな。いや、
お花が咲いてるだけだった。いやもうやっぱこれくらい好奇心旺盛に行きたい。はいはいはい。でも今一応あれなんですよね、もうニョロニョロのその島のなんだっけ、公園の管理長みたいな人のとこまで来てるっていうことは、割ともうご本尊っぽい。そこまでたどり着いてるんだろうか。ニョロニョロでかい、ニョロニョロ違う、遠近法で近いニョロニョロだ。ワニーあーすぎる。食べたって良いんですよ、のワニがいる。寝てる。いいね、死ぬまでに一度はワニで川渡ってみたいもんな。もうすぐお宝私のものになるんだから。まあ、よくワニ避けたな。宝探しは順調かい？冒険士のないあんたは何しに来たのいいよ。すごい、嫌味を言われるだけのパートがあった。どっちだこれ。川を渡るとそれっきりっぽいから。あれ、濡れるのが怖いのか。お前典型的な金槌な。樽を使って渡ってみたらどうだ。樽？川を渡るには樽を。ああ、そういうことか。待って、あれってうまく飛べなくてあれだけどうまく飛べないけど、あれって今一番欲しいでおなじみ。全然飛び乗れん、急に。なんかね、ジャンプだけうまくいかないんですよね。ほんとこれごめんね、ほんとにね。あんなパパの原稿があそこやん。なんかね、一瞬だけここなんか、これこれ飛び乗れん。え、ちょっと待って、ここが最難関か、ひょっとして。そう、白いポイント出るでしょ。消えんのよこれ。ちょっと待って、ここのクエスト。あ、マウスでもう、俺は。ああ、よかった。よいしょ。あ、もうこれあれだな、マウスで誘導するべきだ。おー、スムーズ。今私はあのスチーム版でね、やって、キーマウをねあれしますけども、あのスイッチ版も確かあるはずなので。なんか奥まった方に、ほーらスナフキンが来たわよ。うまくいかないから私をからかいに来たんだわ。もうズン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 、あ、来てる。またこれ嫌味を言われるために S を押すのか。あら、やっと手伝いに来てくれたってわけね。宝物はもう見つかったかい。お宝近いは匂いでわかるの。あれだ、これはあんたの匂いね。プーン。あいつ、リトルミーメ、絶対に許さない。まあ、なるべくやっぱりひらめきポイントを貯めておかないとね、求心力がゼロになってしまうので。違うわ。おら、やったー、引っ張れ引っ張れ。
いいや、なんかもうちょっと、兄ちゃん追いかけてみよう。ご覧？あ、ほんとにここでできる。ご覧できる。おー。曲がなくなりました。あ、ニョロニョロが集まってきてくれた。綺麗なもんですね、ちょっと。この美しい景色こそが一番の…いや、やめておこう。一番ミーに小馬鹿にされそうだからやめておこう。でよ、ニオロさんもあっち側にもいっぱいいるからね。マップがあるんですよね。本当はあの本来なら全く逆方向なんですね。よいしょ。樽をね、樽の流れに沿って行こうでねえのと。あ、よいしょ。そう、こっからなんかね、なんかすごい寄り道が始まったんだ。もうちょっと。あー、いい音。さあさあさあ、ここまで戻って、おいおい、もっと樽がないか見てきてくれよ。まだ樽が足りてないっていうの？あともう一個。確かに。なになに、怖い怖い。まあね、確かにもう一個分足る。そんなんあったか？なんかいたな。お前か。お前か？よっ。そのわずかなあれだったのね。まあよかったわ。意外とね、樽っていうのはね、あの繊細なもんでしてね、ほんとにちょっとしたで、またここで積んでる。ここの岩何なんだろうね。よしよしよし。ああ、そうだそうだ。お前まだここがあったもんな。樽ってのはこれくらい通れる気がするじゃないですか。これもういけると、いけない。絶対いけない。これじゃあ樽は通れないですよ。言う通りないとダメだから。もう、おう。はーい。樽っちゅうのはほんと繊細な。樽と岩はね、繊細で。何より繊細なのがこの砂付近。これで、あんた私何くれるっての。うん、面白い話も聞けるぜ。口があればな。キー。まあでもとりあえず、とりあえず足跡のね、先には行けるから、まあいいことにしましょう。なんでもういるの？もうはこっちのセリフだよ。もう、お宝を見つけられないまま家に帰るなんてできない。うわ、見てるよこっち。ムーミントロールのこと諦めちゃったわけ。いひひひ。
どんどんと。かわいそうなニョロニョロたち。俺が言ってる。どうしたの？あれ、あいつだ。シュノーケルみたいな名前の。全然違ったわ。スノークと間違えた。ヘムレンさん、そうそう、ヘムレンさんだ。長ナスのね。なるほど、ニョロニョロを助けてくれ。僕にはやることがあるんです。ムーミントロールを探さないと。ムーミントロールというかね、さっきまでここで手伝ってくれとった。うまくいかんかったみたいじゃが、それからアトラン。どこへ行ったんです？公園じゃよ。気圧計を返してほしいと公園版を説得しに行ったんじゃ。気圧計、わからないことばかりだ。頑張ってくれ。公園版はニョロニョロの土地に、ここにもかよ。とんでもない公園を作り、大事な気圧計を公園内に閉じ込めてしまったんじゃ。ニョロニョロたちにとって一番大切なものなのに。結構前の話や。ムミントロールを持っておらんし、何かがあったんじゃろう。ムミントロール、今すぐ迎えに行く。それと気圧計。砂付近にそれ言うだけ無駄ですぜ。ヘムレンさん。そっか、ここにも公園をね、そりゃそうか。公園長がいるんだもんな。あ、早速。反逆の、のろし。これがあるって、おお、海賊か。で、海賊なんてこんなもん、看板抜いてなんぼですもんね。ああ、おいおい、あたり一面穴だらけじゃねえか。誰かが宝を探してるな。プロの海賊への敬意ってもんがないぜ。そうなのかい？敬意なんて誰にも持てないぜ。誰のことも敬わない。敬ったら負けですからね、我々。これ家具の禁止ね。足跡も家具など。ムーミントロールはここに入っていったんだ。たった一人で間に合うと。こいつ何？フクロウくん？うん。ホタルは音楽が好きだろうか。ホタルさん。あ、違う。めっちゃムカついてる。横笛そんな嫌いかい？あ、すごい嬉しそう。え、横笛は？すげえムカついてる。なんだなんだこいつ。でもなんか役に立つんだろうな。睡眠など無用だ。そんなことを言ってるお前には、とはいえ片目ずつ休むのはありかな。やってたな、授業中片目ずつ寝るやつ。もう眠くてしょうがない時もう片目ずつ寝るしかなかった。あ、いや、最後のも全然両目寝てたね。あー、よしよし。動物は檻に入れられるべきじゃない。誰だって入れられるべきではないんだ。やばい、長ゼリフ聞いてたら。すげえみんな檻に閉じ込められてる。こっちが寄り道。だってねえ、閲覧禁止をさ、引っこ抜かなきゃいけないわけで。寄り道なんて道はないんだ。あ、見つかっちゃった。あ、追い詰められちゃった。調子乗ったわ。でも抜いた事実は消えないからね。あれ、道中出会ってきた仲間たちがみんな根こそぎ行かれてる。これは向こうから引っ張らないとダメなタイプか。鍵を探さなきゃ。鍵はどっち側にあるんだ。おうおう。ああ、これ押さなきゃダメか。ちょうちょいと遊んでいますか。ああ、やばいやばいやばい。もう一回捕まった方が早いねっていうのあるよね。おお。え、どこ行った。え、
どこ行った？アホ軍団すぎるだろ。これでいけるんだ。あ、だからこっちも引きずっとかなきゃダメなのか。結構ややこしいっすね。ってなるとなんかないのか、君たちなんかないのか。おおお、やべやべやべ、おお、なんとかなった。なんでなんとかなるんだよ。あ、違う。あー、でもやっぱり生垣越しでは無理なんだね。一回こう全員をこう、一回こっちに戻って一回寝かすくらいのザ・ワールドね。うー、よいしょ、おっしゃ。もう行き当たりばったりだけどこれでいいんだ。違うわ。お前もこの根の笛の根の餌食だよ。やばい、寄り道してる場合じゃない。こうした上で、あれ別に平気なの？あ、先にこいつらをね、こっち側にアプローチしておいて、この世話のかかる子たちをこっちに置いといてのペーか。ペー。なるほどなるほど。わかりました。もう一回行きましょう。あーって言って、よーし、あ、どうしたのーって言ってる間に、こっちは、ちょっと待って、急ぎ、走れ、スナフキン、いけるかいけるかいけるか、ギリギリセーフ。母さんガニも悲しんでる。悲しい。貧乏ガメがいるじゃん。寝ちった。ここでね、こうなって、ここ待ちね。よいしょ、寝ちゃうんだ。あ、こっち側に渡るのね。おお、え、なんか考えるムーミンもいる。よし、看板半分。あれ、おじさんも。そのー、いや、元気かい。全員捕まっちゃってんじゃん。まるで檻の中にいるような気分だ。お気遣いどうも。いるよ、ここにいる他の動物たちと同じさ。僕に何かできることはあるかい。そうだね、まずは公園を撤去してまずは重いな。まずは公園を撤去して、それから私を解放してもらえるかな。奴らが恐ろしい像の下に何かを隠すのを見たんだ。きっと重要なものに違いない。大ヒントをくれたね。こんなもんはもう壊し、もう倒せば倒すだけね、偉いから。あった、鍵。あの鍵だ。え、先生、置かないで。あ、一回置いて、置いてまで倒すべきか。見事に台座からばっくりいかれてんね。なんかあるのかな。
何もなさそうだよね、カエルくんがいる以外は。間違えた。ここでプー鳴らしたら終わりなんだって、スナフキン。カニの母さんも悲しんでいます。よっしゃ、念願の会場、念願のぶっこ抜き、うりゃい。そして念願の気圧計。あれがきっとニョロニョロの気圧計だ。ガラスの破片、それに争った後、公演分ムーミントロールに髪の毛一本でも触れてみろ。そして全ての看板を撤去し、夜の公園に秩序が戻っていた。わー、あっちには行けない。ニョロニョロがたくさんいて行けるはずがない。命がけで気圧計取ってきてこの仕打ちかい。だから迂回制度ね。どうなのよ、ヘムヘムさん、ヘムレンさん。気圧計がニョロニョロのもとに戻った。ついにこの太鼓、あ、太鼓だ、ここでもらえるんだ。ありがとうございます。ちょうどこれを探していたんです。たけだけしく深いエネルギーを解き放て。さあ、ムーミントロールを追いかけないと。トン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 。おお、カエルもドキハル。このゲーム一の難関。ムーミントロール、また要所要所で。おじさん、さっきよりも気分が良くなってるといいんだけど。前にもあったか、みんな同じ顔に見えるもんでね。お互い様だよ。気にしないで、自由を満喫するんだ。君もね。以上だ。うおお、すごい。もう太鼓の力で衝撃波だけでも岩が動かせるレベルになった。成長したな我ながら。あ、よいしょっと。ここ先はもうニョロさんがいっぱいいるだけかい。よしよしよし、いや、なんかね、実はもうね、始めてからもう3時間経ってんのか。ムーミントロールはこっちに行ったんだ。俺これムーミンに会えたら泣いちゃうんじゃないか、これ本当に。そろそろ会えるのか、まだお預けなのかね。配信を今日で一気に駆け抜けるのか、2回に分けるのか。多分ね、他のライバーさんに比べたら俺は随分ゆっくりやってるなとは、自分でどうせそやってんだろうなと思うんだけども。お、あー、ムーミン。ダメだ、ここだな。ここだ、完全に続くじゃんこれ。ムーミントロール、そんな、スナフキン助けて。そんな。私自身に与えられた私の権限により、ムーミン谷に閉じ込めるべく連行する。ねえ、見た？もちろんさ、ムーミントロールがたった今、公園板に捕まってしまった。あ、そうじゃなくて、海賊船のことよ。あれあれあれ。確かに。海賊がどうのこうの、いい加減にしてくれ。なんとかして、ムーミントロール追いかけないと。その通り。でもムーミンパパのボートは、ほがないとどこにも行けないのよ。運よく海賊船にはぴったりの方が貼られてるわ。それにその船の中にも本当に素敵なお宝があると思うわけだから、私と手を組まない？
組んだ。お、これもあの半沢直樹シーズン2で見た。うるせえよっていうね。明日でまた言わ、いやよ。さあちょっとどうしようかな。でもなんかいいとこっぽい気はする。新しいクエスト、海賊船の方をね引きちぎって、ドクロの帆で、ムーミンパパのエレガントなボートにドクロの帆で、ドクロの帆でムーミンを追いかけるという、なんかここで一区切り臭いんだけどな。まあでもなんかラストスパートっぽくもあるのよね。どっちなんだろう、進捗が全然わかんない。重そうだな。私がこの作戦の司令という力仕事はあんた。誰か助けてくれそうな人がいないか探してみよう。あ、ちなみにまだ半分くらい。あ、じゃあもう全然ここでいいですね。半分、まだ半分は結構びっくりしたけど。まあじゃあ前後編くらいの感じで、次回いつになるかちょっと、多分月火水のどっかあたりといった感じでやりましょうか。すごいね。でまたあの追加 DLC とかもあるから、どこまでこの配信内でやるか分かりませんけどね。じゃあここで、ね、やっとこさ船漕いでナンパして、ムーミンのとこまで行ったと思いきや、またまたムーミンが公演版、悪の公演版にさらわれてしまい、そのムーミンを追いかけて船出の時は近い。手元にあるのはハーモニカと横笛と、それから小太鼓、トントントン、小太鼓、ドラみてえな小太鼓ね、これだけ。あとは自分の知恵と体力で、大親友のムーミントロールを助けに行く砂吹きの大冒険はまだまだ続きますが、キリのいいところなんでこの辺にしておきましょう。また次回お会いいたしましょうという感じで、もうちょっとここまでやりますか。私がやる、でっかい筒入れないでしょ。あ、このためのリトルミー入った。誰を見つけたと思う。おなじみのこいつだ。おう、いい、待ってて待ってて、いいよ待ってて、あの大岩動かしたところまでにしましょうか。じゃあ、あーでまたまた小石積み。あ、パパ、無関係のパパじゃん。よいしょ。マジで本当に金一封くらいもらえるんだろうなっていう気持ちになるね。パパのエッセイをね完成させた暁には。お待たせ、ウィーシ。もう少し人手が必要だね。あ、いるじゃん。もっとハイムシュ。あ、あいつがハイムシって名前なんだ。ハイムシ、ハイチュウ、ハイチュウだね。あ、ハイチュウを、あー、こっから、よいしょ、あー、よいしょよいしょ、あー、よいしょよいしょ、お、こっから、こんなとこでいいの。本当に本当にそこで合ってるの。この辺、この辺、この辺、そう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 、これならいけそう。みー邪魔。赤いね、三角コーンの人も来た。1個でよかった。いい
ハイチュウ。サンキューハイチュウ。彼らは決して見返りを求めることはないんだ。さあ、では、でかい岩を避けたところで、殺風景なところでございますが、この辺でお別れでございます。多分次回、本当にムーミンと会って熱い抱擁を交わすところまで行こうかなというふうに思っております。もちろんぜひぜひね、皆さんも、こちらのゲームやってみてくださいね。力一より先に全然クリアしちゃっていいと思いますし、力一より先に必ずやクリアできると思います。多分用意ドンで、俺と同時に始めてこの枠の間に全クリする人もいると思いますね。それでは以上でございます。次回の配信は、日曜、深夜ラジオじゃねえや、ラジオの空中ブランコ、今回は普通オタ雑談スペシャル編ということで、日曜日の夜21時くらいから、これは結構たっぷりめにやるんじゃないかなというふうに思います。21時から、まあ、日をまたいで、まあ、夜中の深夜ラジオ的時間帯になるまで、結構長尺に。やっていこうかなと思います。日曜21時です。で、ムーミンの続きは、できれば月曜、火曜くらいにはやりたいなというふうに思っていますんで、よろしくお願いいたします。はい。というわけで、明日お便り募集のメールフォームとは開く感じではございません。今までにもらった普通オタの中から、昼の配信で紹介しきれなかったやつを、こう、雑談形式で、ね、皆さんとおしゃべりしながら解決した方が良さげな問題とかを、こう、ピックアップしてまいりますんで、よろしくお願いいたします。それ以降の、配信は未定ですが、まあちょっと4月、若干ね、まあ、切り抜きとかはね、ポツポツ上げてはいるんですけれども、なかなかあれだったんで、多分4月中に1個、まあ、ちょっと素敵なやつがなんかあるんじゃないかなというふうに今、準備が最終段階に進んでおりますんで、こちらも時期を見て発表しますんで、お楽しみに。さあ、こんなところでございましょうか。それからですね、RKB さんの RKB ちょっと待って、ここ怪しいぞね。エンタテックさんね。はい、先日取材を受けたというふうにね、公式のツイッターからありまして、今日告知が出ました。来週の木曜日の深夜25時頃、すみません、これはまた改めて X で告知をします。はい、エンタテックさん、本当に力一単独インタビューの時間を頂戴しましてですね、いろいろ深掘りしてもらったりとか、配信内での事件とか思い出とか、いろいろとこう、インタビューしてもらったんで、はい、よければ、お住まいの地域の方々皆さんね、特に、ね、ご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたしますかな。よし。それではまたポツポツと雑談的な配信もやれたらいいなというふうに思っておりますので、よければまだまだ4月もお付き合いくださいませ。とりあえず次回はムーミン抱きしめるところまで行こうと思いますので、よろしくお願いいたします。以上を、スナフキンムーミンダニのメロディー、ちょっと待って、合ってるか毎回自信なくなんだよな。メロディーの方を、よろしくお願いいたします。次回後編です。ありがとうございました。おつってねー。